私の一番かわいいところ。皆さん、一番かわいく踊ってください。あれ、気づいちゃいましたか。生まれて誕生日後で最初に聞いた言葉は当たり前にそれ覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価お願い。携帯のアンテナを光らせて、それがちょっとなあの頃だって知っていたり、っていうか手の手の似て言ってるよな。私に付き合ってくれるの好き、逆にでも私のどこが好き。